皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回からガンダムブレイカーシリーズ最新作、ガンダムブレイカー4をやっていくよ。期待の最新作がついに発売されましたね。待ちに待ったナンバリング作品だから楽しみだよね。マジでニューガンダムブレイカーって何だったんだ。それは触れてはいけない。まあ気を取り直してやっていきましょうよ。今作はガンブレさんの続きの世界らしいし、どんなストーリーなんだろう。それじゃやっていこう。時は近未来。長きにわたって多くのプレイヤーに遊ばれてきたガンプラバトルシミュレータは進化を重ね、ここに至り新たなステップを踏み出すこととなった。運営に最新鋭の AI を導入。ネットワーク端末の高性能高速化、ガンプラスキャン技術の向上、街の模型店 G ベースとの連携により、大型の筐体や施設を必要とせず、家庭の端末から個人でアクセスができるようになっていた。ゲーム性も戦闘ミッションに参加するだけでなく、ガンプラをアバターとしてオンラインゲームの要素を加えることで、バトル以外の楽しみをも提供し、幅広いユーザー層へ訴求できるサービスとして生まれ変わろうとしていた。名称を改めたこのシミュレータの名はガンプラバトルブレイズビヨンドボーダーズ、通称 GB4 と呼ばれ、正式サービス開始に向けてベータテストが行われていた。テスト段階ながらユーザーからは熱狂的な支持を集め、世界的なエンターテインメントへと成長することが期待されている。ガンプラバトルが家でできるようになったんですね。開幕からイラトバーさん泣かせだな。まあこのベータテスト中の GB4 が今回の物語の舞台みたいだね。おっ、名前決めか。まあここはいつも通りマイスターでいいかな。よし、決定と、新生マイスターのガンプラ人生がここから始まる。同姓同名の人が数年前にガンプラの世界大会を自爆で優勝してた気がしますね。ってなんだここ。見た感じロビーみたいだね。今までのガンダムブレイカーシリーズと違って本当のロビーっぽくなってるんだな。これも多分オンラインゲームにするための変更なんだろうね。確かに今まではゲーセン環境でしたけど、この GB4 はオンラインゲームですもんね。とりあえず一旦受付に話しかければいいのかな。オープン A からも早速ミッションを受けてみてねって言われてる。そこまで言われたらミッションを受けるしかないな。もしかして君、初めての人？いきなり話しかけてごめんな。なんかキョロキョロしてたから、初めてなんかなと思って。うお、選択肢あるじゃん。もしかして今作もギャルゲーなのか？とりあえず普通に返してみよう。やっぱり、そうやんな。僕はタオ。ご覧の通りの SD ガンダム使いや。こう見えても GB4 は結構プレイしてるんやで。君はっていうんか、よろしくな。ほんでよかったら一緒にミッションせえへん？初めてのプレイなら僕がいろいろアドバイスできると思うで。な、そうしよう。うん、よっしゃ決まりや。じゃあ早速行こうか。初めてやったらまずはチュートリアルミッションからプレイすることになるんや。心配せんでもええで。簡単な内容やから誰でもクリアできるし。ほならよろしく頼むで。なんかいきなり仲間が増えましたね。このタオくんが前作のミサちゃん的なポジションなのかな。まあ何はともあれ最初から仲間ができるのはありがたい。やはりオンラインゲームは一緒にやる人がいると楽しさ倍増だしね。万年ソロプレイヤーのが言うと説得力がありますね。と最初はチュートリアルですか。今作は結構しっかりチュートリアルをやってくれるみたいだね。まあ操作方法なんかはもうわかってるし、サクッと終わらせますか。なぜかは知らないけど、つい最近までガンプラバトルをしてた記憶があるからね。さてと、基本操作系のチュートリアルが終わって次は実践のチュートリアルだね。ここら辺はだいぶ前作とシステムが変わってるみたいだよ。
ットコンボやブレイクコンボってやつが追加されてますね。コンボを継続させたり敵をテンポよく倒したりするといいって感じなのかな。おっ、やっぱりそうみたいだ。でもこれコンボの方は楽そうだけど、ブレイクボーナスはなかなか難しそうだな。ゲージがなくなるとリセットみたいですし、うまく倒していかないとダメそうですね。ガンブレさんみたいに適当に攻撃してるだけじゃブレイクボーナスは取れないってことか。おっ、今度はなんだ。ふむふむ、ボーナスが一定まで行くとアイテムのドロップ確率やバフだったりとメリットがあるってことね。ということはできるだけ狙っていかないとな。次はオプション武装についてですね。今作はオプション武装やスキル関係の仕様も少し変わってるみたいだね。見た感じオプション武装は前作のアクションスキル的な感じかな。それでスキルの方は使うのにコストが必要になった感じだね。つまり基本的にはオプション武装で戦っていってコストが溜まったらスキルを使っていくってことですかね。多分、でもこのシステムは面白いね。ちゃんとオプション武装があるパーツをつけないと武装がないわけだし、自由度の中にも制約があるから機体を組むのもなかなか難しいよ。まあ後半になれば何でも使えるようになるんだろうけど。ここまでのガンブレの歴史を見るとスキルも何でも装備できるようになりますもんね。そうなるまでが大変なんだけどね。さて説明も終わったし早速敵を倒しますか。ってさすがに柔らかいな。よっしゃ、ナイスプレイやったで。君、初めてにしてはセンスあるな。これでチュートリアルは終了やね。次はいよいよ本格的なバトルミッションやで。あとその前にマイルームでガンプラのカスタマイズをやろうか。ほなら一旦ロビーに戻るで。あ、もう終わりなのか。もう少し戦いたかったのにな。まあでもだいぶこのゲームのことが分かったし先に進もう。お疲れさん。チュートリアルとはいえ、動きやったな。君センスあるで。ほなら次はカスタマイズやね。ミッションで手に入れたパーツやアイテムを使ってマイルームで自分のガンプラを自由にカスタマイズすることができるんや。マイルームに入ったら説明用のダイアログが出るから、それに習って操作したら迷うことはあらへんで。じゃあ早速カスタマイズしようか。自分のガンプラかっこよくしたってや。このゲームカスタマイズまでチュートリアルやってくれるのか、マジで親切だな。これなら新規ユーザーも安心して始められますね。さてとそれじゃカスタマイズしますか。と言っても最初はどうしてもパーツが足りないからキメラ機体とかになりがちなんだよね。で最初はどこを変えるかが決まってるのか。というか今作はカスタマイズできる箇所が増えてるんだね。腕パーツが右腕と左腕で分かれましたね。左右で違う腕をつけられる様になってさらにカスタマイズの幅が増えた気がするよね。まあパーツを集めるのは大変そうだけど、よし腕を変えることもできたし太尾くんのところへ戻ろう。お、パーツが変わってるね。ええやええやん。 GB4 はこんな感じでミッションをプレイしてパーツを集めて自分のガンプラをカスタマイズして強化して、ほんで強くなったガンプラでまたミッションをプレイしてパーツ集めてって感じでプレイしていくんよ。ミッションには種類があっていろんなルールで遊べるクエストやネットワーク上のライバルと戦うバウンティーハンターとかもあるんやで。あとは期間限定で配信されるイベントってのもあるからいろんな楽しみ方ができると思うで。ミッションをプレイしたら別の種類のミッションが解放されたりもするし、いろいろ試してみるのがええね。あ、ごめん、一気に喋りすぎたかな。まあそんな感じで GB4 を進めていったらええと思うよ。ふう、ようやくちゃんとしたストーリーを受けれるようになったね。とストーリーを進める前にしっかり機体をカスタマイズしようか。え、パーツあるんですか？実は早期購入特典で何機体かのパーツは序盤で使えるようになってるんだよ。まあレベルやレアリティは低いけどね。でも序盤である程度のパーツを使えるのはありがたいし早速組んでいこう。というわけでアセンブル完了。まあ割といい感じに組めたんじゃないかな。今回は武装をメインで組んでみたけど見た目もあんまり悪くないね。ガンダム系はまとまりますね。それじゃ早速ストーリーミッションをやっていきますか。果たしてあそこからどんなストーリーが展開されていくのかな。お、ミッション受付はこんな感じなのか。クリアするとビルダーズパーツをもらえるのか。S ランクでクリアすると銀のパーツがもらえるみたいですよ。これは頑張って S ランクを取らないとね。よし、準備もできたしやっていこう。無事にミッションは受注できたみたいやね。簡単やろ。次からもこんな感じでどんどん進めていったらええからね。ほなら早速出撃しようか。チュートリアル通りにプレイしたら絶対大丈夫やで。
本格的なミッションスタートや。前と一緒で基本的には出てくる敵を倒せばええだけやから、落ち着いてプレイしていこう。今作の出撃シーンもかっこよかったですね。やっぱり自分の作ったガンプラが出撃するのはテンションが上がるね。おっ、早速チュートリアルで学んだことの実践か。きっとコンボを途切れさせるなってことみたいですね。きっとコンボなら適当に殴ってるだけで途切れないし余裕だよ。ほらほら格闘を擦るだけで溜まっていくよと思ったけど、意外とゲージが溜まらないな。圧射撃だといい感じに溜まるのね。説明にもありましたけど、射撃しながら近づくことで効率よくゲージを溜めれるみたいですね。なかなか難しいな。で、次は耐久力の高いインパルスが来たか。耐久力の高い敵ばっかり相手にしてるとブレイクコンボが途切れちゃうから、攻撃する順番は考えた方がいいですね。コンボが途切れるとバフも途切れちゃうしね。よし、わかった。とりあえずまずは周りの陣を倒そう。インパルスはタオ君の方に向かっていったし、これなら楽に攻撃を入れれるはず。で、タオ君何逃げてるんですか？そう、さすがに期待しすぎたか。でも陣はこれで倒せる。さて、来たぜメインディッシュ。まずはスキルのシャイニングフィンガーで角まで追いやろう。で、倒しちゃった。さすがにスキルはコストを使う分強いんだな。でも今までみたいに全部ぶっぱできるわけじゃないから、何を使うかは考えないとね。それじゃ次のステージに行こう。ここを越えたらいよいよボス戦。迫力あるバトルができるから楽しみやね。お、なんやあれ、僕ら以外に誰かが戦ってる。これ途中参加できるモードやったんか。おお、めっちゃやられてるやんか。トライしよう。え、助けに行くつもりなの？わかった。そういうことなら僕も行くわ。誰かが負けそうになってるから助けるみたいですね。このピンクの機体がやられてる人か。守るって感じじゃないし、放置しても問題なさそうだな。それじゃ僕は敵を倒すことに集中だ。オラオラ、お前の腕パーツをよこすんだよ。もうすでにファンネル機体を作ろうとしてません？頭の片隅に強かった記憶があってね。そういえば誰かを助けたけど、イベントが起きるのかな。あーちゃー、これは派手にやられとるね。あーちゃーって心配とかないの？女の子？助けに来るのが遅いよ、せっかくの初プレイだったのに。助けてもらっといてそんな言い方はないんとちゃうかな。何言ってんの？あんた助けに来る前に迷ってたよね。見えてたんか。でも助けてもらったことは変わりないし、お礼は言うよ。ありがとう。私はリン、あんたたちはタオと結構やるじゃない。さっき言うてたけど、君も初めてのミッションなんやね。うん、まだ慣れてないからエスコートしてくれると。って、あんたたちも初めてなの？いやいや、僕は経験者やから彼が初めてやね。じゃあ経験者の僕が先導するから、しっかりついてきてな。次はお待ちかねのボス戦やで。めっちゃでかいのが出てくるからビビらんようにな。ほな、行くで。なんか偉そうだな。めっちゃでかいボスってパーフェクトグレードかよ。まさかこんな序盤から戦うことになるとは。今作のパーフェクトグレードは何か変わってるんですかね？説明を読む感じあんまり変わってる感じはしないね。全部の部位破壊をしたらダウンするとかあるし、ダウン自体は取りやすいのかも。ほう、バリアなんてものがあるのか。これは少し面倒ですね。ある程度ダメージがないと剥がせないだろうし、コストはここまで取っておきたいね。それじゃ戦っていこう。あとは任せたね。あ、丸投げした。は？
ちょ、タオくん経験者なんだよね。なんで初心者の僕に任せてるの？タオくんまさかの頼りない系のキャラでしたか。そんな仲間も止めてないんだけど。まあいい。僕の武装はパーフェクトグレード相手に効いてるみたいだし、このまま削っていこう。無駄無駄。バルカンごときじゃこの機体は止まらない。で、コスト4もあるしスキルを使って攻撃するか。やばい、一旦退避。危ねえ。あのまま照射を続けてたら潰されてたな。スクランブルガンダムでの経験が生きてますね。おかしい、このゲーム初めてなのに静止軌道ステーションを守った経験が生きてる気がする。おっと、その射撃は甘いんじゃないのか。ほらほら、足元切り刻んじゃうよ。で、全然当たらねえ。これジャンプした方が楽かも。よしよし、今度はしっかり当たった。なんだよ、パーフェクトグレード強いかと思ったけど結構余裕じゃん。これ本来ならガンダムに爆脳でだから苦戦したのかもしれませんけど、初回得点で強くなりすぎましたね。確かに序盤じゃここまで射撃武装を持ってないだろうし、照射系のスキルもないもんね。ダウンしたし、今のうちに倒し切ろう。大火力をぶち込んでやる。あっやべ、なんか普通に外したんだけど。ならばガンビットだ。完全に起きる前に削れるところまで削らないと。思ったよりも照射してくれませんでしたね。焦ってうまく長押しができてなかったみたい。まあでもここまで削ったら、あとは射撃で終わりだよ。というわけで無事パーフェクトグレード撃破完了。だいぶパーツの性能でゴリ押した感じあったけど余裕だったね。ガンブレ4結構面白いし、この後のストーリーも楽しみだよ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ。大変だったけど楽しかった。予想外の展開やったけど、クリアできてほんまによかったわ。あんた偉そうなこと言ってたけど、逃げてばっかりじゃなかった？本当に経験者なの？実は GB4 にはかなり前からログインしてるんやけど、マルチでミッションに出たのはさっきのが初めてやったんや。バトルに自信がなくて、自分でチームを組んだり人のチームに入ったりっていうのが怖くてできへんかって。なんだ、あんたも初心者じゃん。あのごめん、散々偉そうなこと言って許してくれへん？ありがとう、ええやつやな君は。じゃあさ、またこの3人でミッション行こうよ。みんな初心者だったら気を使うこともないでしょ。そうやね、それがええと思うわ。あ、そうや、それならせっかくやし僕らでクラン組まへん？クラン？何それ？気の合う人らが集まって組むチームでな、一緒に協力してミッションに行ったり、いろんなイベントに参加したりするもんやね。じゃあ今日から私たちでクラン結成だね。はい、2人にフレンド申請送ったから登録しといてね。オッケー。次にミッション行くときはメッセンジャーで教えてね。今日はありがとう。最後は言うだけ言うて嵐みたいに去っていったな。